ダグウェイ実験場は、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレークシティ南西約 130km、ユタテストトレーニングレンジの南 21km で、グレートソルトレーク砂漠内に位置するアメリカ陸軍の施設である。総面積は、約 3230km にで、1500人ほどが生物兵器や化学兵器に対する防御を研究している。ダグウェイ主験場。 ダグウェイ性能試験場、ダグウェイ芝生場、ダグウェイ最近戦実験場、ダグウェイ米軍基地などの故障も参見する。1942年2月6日、大統領フランクリン・ルーズベルトは、交友地約 513km2 を陸軍省に割り当て、その6日後にダグウェイ実験場が創設された。日本村とドイツ村、 1943年1943年2月から3月にかけてアントニン・レーモンド協力の元木造長屋12棟24個と路地で日本の下町を正確に再現した日本村を構築した5月から9月にかけて焼夷弾を投下する実験を繰り返して落下軌道、発火範囲、燃え方、消火にかかる時間など詳細なデータを記録した 得られたデータは1945年3月の東京大空襲に反映した。同様にドイツの建物を再現したドイツ村も構築した。アメリカ原子力委員会や軍とつながりの深い医師のジョゼフ・ハミルトンはマンハッタイ計画の業務管理役を務めるケネス・ニコルズに宛てた1946年12月31日付の所管で人里離れた場所での放射能戦争の 大型研究を提案し、軍に採択された。1949年から1952年にかけて研究の一環として、当実験場科学隊が極秘に65回実験し、480兆ベクレルを超える量の放射性タンタルが大気中に放出された。この事実は1993年に公開された。1968年3月、 羊の大量死事件と関連が指摘された。1991年10月15日、場内で超高エネルギー宇宙船、オーマイゴット粒子が検出された。1991年、731部隊の通称号で知られる日本の関東軍貿易給水部本部に関する生態実験を含むダグウェイ文書と呼称される調査報告書が、当実験場で発見された。 戦後間もない時期にアメリカ軍が日本で4時にわたって調査し日本の医学者の協力を得てまとめた英文の完全なレポートで NHK 取材班の情報公開請求により所在が明らかとなった。2001年12月13日付ワシントンポストは1992年頃から当実験場で空中散布可能な高純度で 兵器水準の炭素菌を開発して生産していたと報じた。同日付、ニューヨークタイムズは製造は1998年頃であったとした。当実験場での定期的な在庫調査の際、猛毒の神経ガス VX ガスが 1ml 未満入った薬瓶1本が所在不明となり、施設が一時閉鎖されたが、 2011年1月27日午前3時に研究室の中で発見されたと同日アメリカ陸軍が公表した。2005年以降、炭素菌の生きた標本を国内19州、首都ワシントン DC、カナダ、イギリス、大韓民国の米軍基地、日本、オーストラリアの延べ6カ国69研究施設にうっかりしてご送付していた。 キャンプザマにも2005年にご送付され、2009年に処分された。これらの事実は2015年になって、アメリカ国防総省報道官によって明らかにされた。ありがとうございます。